小野沢さん、いつも動画更新ありがとうございます。今回もドライブ動画、ドライブコンサルみたいな感じでね、お話しくださいました。おそらくね、この動画を見ているたくさんの人の参考になったんではないかなと思います。小野沢さんがいつもね、セミナーなど動画などでお見せする別の表情がこういったやり取りの中で見えてきますよね。そして私自身もね、小野沢さんのお話しするいろんなエピソードが、そしてキーワードがですね、カチッカチッとね、揃っていくというか、ジグソーパズルみたいにはまっていくことをいつも感じるんですよね。まあ例えばね、この引き立ててもらうぐらいの、目立つぐらいの頑張りを自分がプレゼントして持っていくっていうことなんですけども、ある塾に入りますよね。ビジネス塾に入って、で、あ、ここに入れば儲けさせてくれるのかな、カリキュラムをこなしていけばいいのかな、じゃないんですよ。いただいたカリキュラムによってどんな生徒はね、塾の先生に恩返しをするかっていうと、これはですね、圧倒的な成果を出すことなんですよ。びっくりするぐらいのお土産を、はい、私は塾に入れてもらってお金も払わせてもらいました、でもこんな風になりましたっていう風にね、塾の先生の名誉になることとか励みになることとか、他の塾生さんとか塾生じゃない方に対しても、こんな人がうちの塾にはいるんだよっていう風な自慢ができるような自分に育っていくことだと思うんですよ。それが塾を運営している人との一体感であり、他の塾生を高めることであると思うんですよね。で、それ以外はいらないんですよ。はっきり言って、塾に入ったけど儲かりませんでしたとかね、塾に入ったら確実に儲かるんですか、儲かんなかったらなんか責任取ってくれるんですかみたいなね、こういうふうな三流の発想をする人がいるんですけども、本当に論外なんですよ。でも実際に儲ける塾だって言ってね、儲からない人が大半じゃないか、はっきり言って大半ですよ。なんとか有名な塾に入っても、じゃあ儲かる人って半数以上いるのかって言ったらいないです。まあ私の感覚だと1割もいないですよね。 5% とか 3% とか、もっと言うとね、継続的に誰から見ても稼いでる人っていうのは 1% ぐらいかもしれません。だから1000人ぐらいなんか塾にいる人がいるとしてね、10人とかじゃないですか。継続的に3年5年10年後もちゃんと自分の足場を作って稼ぎ続けられる人とか、まあ中にはね、中途でもうお金十分稼いだんで、あとはのんびり暮らすよって感じでビジネスから離れて、リタイアする方っていうのは本当一部じゃないですか。数人とかだと思いますよ。で、そのぐらいビジネスの世界って椅子取りゲームが激しいんですよ。で、小野田さんのね、姿を見てもいろんなところにこう挑戦されていて、でも小野田さんですらね、行った先があれ違ったなってことがやっぱあるわけなんですよ。で、ある意味それは別の分野に挑戦したからこそ、あれ違ったかなって分かることであって、自分の得意分野にずっと行ったらそれはそれで安定するかもしれませんけども、こういうふうなね、情報の選別センスとか違ったかなっていうふうな体験は得られないんですよね。だから小野里さんがいろんなところに挑戦していっていただいて、その結果どうなったのかっていう、その歴史、足跡そのものが小野里さんの人生であり、私たちがものすごくね、共感するところとか、ためになるところなんですよね。まあ小野里さんのなんかコラ画像がポーンって出てくるとびっくりしますよ、それは。でも私はね、同時にそのぐらい挑戦したんだなっていうふうに誇らしく思います。ただああいうふうなコラ画像に出てくる小野田さん以外の顔については、いやーなんかそうだよねそうだよねみたいなこともはっきり言ってあります。でもどこまで行っても、あの画像の中の一部に小野田さんがいても、小野田さんだけはもう別格で、いやいやこれはみんな誤解してるんだよみたいな感じで、俺は小野田さんのこと知ってるみたいな感じですよね。まあ塾に入って塾の先生に恩返しをするものがあるとすれば、自分の成果をどれだけ出すことかっていう、それ以外はないという話なんですけども、そこで大事なのがね、塾にいる仲間たちの存在ってことではないのは、前回も01の話をした時に小野田さんがね、言葉にしてくださいました。0から1を作る時って、一人で本当にね、自分の内側に挑戦してサイトを作ったりとか、それこそ手作業でね、メールマガジンの顧客リストを1万人2万人集めてみたりっていうところにやるってことなんですよ。小野田さん、さすがに私の行動をちょっと見抜いていたのかもしれませんけども、私はね、あえて広告も使わずに、リストも買わずに、アナログでやり続けること。当時私、麻雀店の人間ですからね。麻雀店の人間が、メールマガジンに登録してくださいってことを、それこそね、久保なんとかさんみたいな形で、もうナンパですよ、ほとんど。異業種交流会に行ったら、もう、スマホを抱えていてですね、
私のメールマガジンに登録してくださいねってお願いしたり、セミナーで人を募集するじゃないですか。で、セミナーに来たら必ず私のメールマガジンに登録してもらったりっていうことをね、ずっと繰り返していって、あ、今日は30人、今日は50人、今日はなんか、取れなかったなとかね、そういうことを繰り返しながら2万人に向かっていったんですよ。1年間ですよ。これどれほどすごいこと、信じられないことしてるでしょ。信じられないくらい非効率的で、信じられないくらい私はね、お願いしました。で、ある時は他のメールマガジンに紹介してもらったりとかね、ある時は他の人の開催してるセミナーに行って質問バリバリやってね、僕はメールマガジンをやってるんですけどみたいな、こんな質問ですよね、あざといでしょ。でもこういうふうにすることによって、あれ、このなんとかセミナーの主催者の人よりも久保さんという一人の参加者の方が詳しいんじゃないかなって思わせる効果があって、人が集まったところからガサッと持ってくるみたいなね、ことをしたりとか、まあ2015年、2016年とかになると、多分私がね、広島のどっかの会場でのビジネスセミナー行くと、大体みんな知ってますよ、私のこと。だからね、名刺交換の時間とか休憩の時間に必ずね、私の周りに輪ができるっていう状態でしたね。だからメールマガジンの紹介そこですごくしやすかったです。ただ、やっぱり他の主催者の方がいらっしゃるんで、廊下に出てとかね、つつましくみたいな感じだとかね。あと中には、ぜひ久保さんをちょっと紹介させてくださいって感じで、その人のセミナーなのに私の時間をね、10分、20分もらったりとかして、本当にね、道を開けてくださったりした主催者の方もいらっしゃいました。ある意味その主催者の方は、自分の力がね、やっぱり今一つだって感じてらっしゃったから、影響力のありそうな私を取り上げてくださったのかなと思いますけどもね。その辺は持ちつ持たれつだったと思いますけども、とにかく0から1の時ってこのぐらいね、手作業でドブ板営業なんですよ。で、それをやって一定の成果が出たから、それを持ってね、土屋塾とかに行って、私はこんなことをしましたって話すんですよ。そしたらやっぱりうえーとかなるでしょ、目立つでしょ、土屋さんも誇らしいじゃないですか。それが土屋さんへの私は恩返しですよ。私自身も稼ぐし、その稼ぎ方を誰でもできる形でやってきましたってこと。これ誰でもできますからね。まさに凡事でやって、誰もができることを誰もがやらないレベルまでやった。その一つがサイトを1万4000個作ってみたりとかね。サイトを1万4000個作る作業って、1個作るのと同じ作業を1万4000回繰り返しただけですからね。それも Jindoo っていう無料のやつですよ。ドメインも取らないし、サーバーも借りないし、費用1円もかけずにサイトを1万4000個作った。これ誰でもできます。力技です。時間をかけるだけなんですよ。だから1年ではできなかったですよ。だから数年かかりましたよ。5年ぐらいかかりましたよ。まあでも、それによってね、1億円作れるんだったら安いもんでしょう。で、あとメールマガジンの読者さんも、手作業で2万人っていうのはね、先ほどお話した通りですけども、あれですよ、麻雀店をやりながらですからね。だから、16時間の麻雀店の営業の他にこれをやったわけなんですよ。もちろんね、私の店のお客さんに、登録してもらったっていう事例もありますけども、私の麻雀店の顧客ってのはね、9年間の営業で顧客リスト1500人ですからね。そう考えたら大した影響力ないでしょ。全部が登録してくれても1500ですから。ですから 10% に満たないんですよ。だから9割以上は麻雀店っていう店舗じゃないところに私は依存したっていうことなんですよね、だからこのね、なんかサイト1万個作りましたとかね、メールマガジンの読者2万人ですって言ったらわすごいねで終わるんですけども、その手法はこうですよっていうところまで私はお話するわけなんですよ。そうするととかなるでしょ。確かに誰でもできるけど、そこまでやるみたいな、だって凡事徹底じゃないですかみたいな話になるんですよね。だから0から1っていうのをここに私はすごくこだわったんですよ。もう全て私のね、計算といえばかっこいいんですけども、まあ逆に言うとこれしか方法がなかったんですよ。だって広告を打つお金もないし、人脈って言ってリストを分けてくれる人もいないし、当然ですけども、なんですかね、プレゼンターとかインタビュアーとして、リスト共有の権利もないわけですから。そんな立場でもないですし、単なる麻雀店の親父ですからね。私が今お話したのは、麻雀店の親父をやりながら作った01なんですよ。で、この0から1を元に、1から10、1から100を作るためにはどうすればいいかっていうと、私は0から1をこういう方法で作りましたよ。どうですかっていうふうにプレゼンすることによって、いや、そこまでやる人だったら、こっちのビジネスとガッチャンコしてもいいよねっていうふうに思っていただける、引き立てていただけるってことなんですよ。ですんで、土屋さんがよく私のことを引き立ててくれたのは、いや、土屋塾には本当にこういう人がいるんだよっていうふうに思っていただけたからだと思いますし、実際に稼いだし、そして私はね、2017年に一戸建てを買いました。ね、ネットビジネス、アフィリエイトで稼いだお金で一戸建てを買う。もう分かりやすいでしょ、この一戸建てっていうのが。家ですからね、中古の。しかも、
その500万とか1000万とかで買う家じゃなくて、土地付きの 6SLDK 駐車場単台付き、田舎とはいえ一戸建てで5100万の評価額ですからね。どうだと思いますよ、これは。土屋さんすごいでしょみたいな感じですよね。で、土屋さんは来ていただけなかった。そして小野田さんもまだね、いらしてないですけども、FX の中村トレーダーとかね、それ吉谷さん何回も来てもらったりとか、私の塾生さんは100人ぐらい来てますからね。どうだみたいな感じで。通常40代っていうと、まだ、住宅ローンって20数年残ってるでしょ。私はないですからね。40歳の時に、一戸建てを持つどころか、3000万の借金があったんですよ。3000数百万ね。これ、一生かかって返す税金、借金ですよ。多分70代まで普通の人だったら、払い続けて返済する金額だと思います。3000数百万。数百万ね。これを一発で払った上に、一戸建てもゴンと買ったということで、これ1億円稼いだように、見えるでしょ、これ。で、見えるっていうか、その通りですからね。私はもうこれ誇らしく言いますけども、3年で1億円以上稼いで、ちゃんと税金を支払ってですね、滞納した分も込みで、借金も返して、余ってるから家を買ったみたいなね。家を買ったら、すっからかになりましたけどね。すっからかになったんで、多少そこから商品売ったりとかしましたし、投資にもしっかりとね、自己投資しましたけども、やっぱりこれをもって私は自分は土屋塾の塾生ですっていうふうに堂々と言えますよ。ね。私も土屋塾の塾生としては、一番ではないです。確かにね。小野里さんみたいな方もいらっしゃいますし、まだまだ知花さんみたいなすごい方もいますしね。成果を上げてる方はいらっしゃるでしょ。でも、土屋さんが土屋塾に入ったらこんな成果を上げる人がいますよっていうふうな紹介例を挙げる中に、私もね、挙げていただけるんではないかなと思ってます。これがだから、土屋塾に入れていただいた私の恩返しのやり方なんですよ。そしてそれは同時に、土屋塾に入ったけども、もしくは何かのビジネス塾に入ったけど、もしくはビジネス塾に入ってないんだけども、人生をなんとか変えたいと思ってらっしゃる方に、大きな希望になるんじゃないかなと思います。繰り返しますけど、私は、田舎の麻雀店の親父でした。で、黒字が出てたわけでもありませんし、それまでに20店舗の飲食店を私はね、潰してるんですよ。閉店してるんですよ。当然、社員も何人も解雇せざるを得なかったですよね。で、そのたびに負債が膨らんでいって、もうどうにもならないですよね。ビジネスのセンスはなかったんですよ。でも、フィールドを変えてインターネットの世界でやってみる。そして中心としたのが SNS の活用です。Facebook、友達500人以下のところから始めて、今はまあ5000人ぐらいいますけども、で、今はね、YouTube の方も1万人以上の登録者の方がいらっしゃる。これ全部手作業ですからね。一人一人を集めていって、途中ではね、チャンネル解除もありました。誹謗中傷もありました。でもそのたんびに、もう折れるんではなくって、さらに強い自分になってね、一歩前に進むことによって、跳ねのけていったって感じですか。で、小野里さんにもそれがあると思うんですよ。私はね、自分がやってきたからこそ、小野里さんがここまでやってきたことの、もう酸いも甘いもが私なりに見えてくるんですよね。途中で挫折して退場していた人のことは分かりません。だってついてこれなかったわけですから、私の横に並んでないわけですよ。もしくは私の前にいないんですよ。ずいぶん過去に通り過ぎちゃいましたから、思い出すことはあってもどうすることもできません、うん、だから今日2021年の8月まで走り抜いてきた仲間たちがいるとすれば、その一人は小野里さんでありね、そして吉谷さんでもあると思います。で、私なんかがね、肩を並べてしまったってことを言うと、非常に小野里さんや吉谷さんには申し訳ないんですけども、一応ここでは言わせていただきますけども、私もそれなりのことをしたと思います。そしてこうやって YouTube も毎日毎日更新してですね、自分が今こうして生きていること、まさに自由に、私は家族を一番に考えて暮らしてますんで、家族を支えるための収入源を投資で持ったってこと、最初はビジネスで積み上げてきたものを投資に振り替えて、なんとかね、投資でこのまんま、むちゃくちゃしなければ一生やっていけると思います。で、そのぐらいのことを土屋塾で、その0から1っていう入り口を開けていただいた、その一番最初がセルフバックだったわけですよね。セルフバックが全てです。私の全てを教えてくれた。セルフバックが全ての凡事徹底なりね、0から1とか、1から100とか、それから頑張り続ける仲間たちの、信頼とかをね、全部教えてもらいました。で、ここら辺でまとめに入っていきますけども、0から1を作り続けていくことが、まさに信頼になるんですよね。0から1を作れもしない人が、100や1000を語ったところで信頼できないんですよ。それは、楽しい話ではありますし、微笑ましいことだと思うんですよ。将来は、
フェラーリ乗るぞとかタワーマンションだとか金持ちになるぞ、いいですよそれは、すごくいい、うん、それをやめないでほしい。でもそれだけでは信頼することはできないんですよ。だってフェラーリ買うにも1万円を3000枚とか5000枚とかいるわけでしょ。どうするんですかってことなんですよ。その1万円1枚を稼ぐ方法がない人に何をね信頼すればいいのか。ビジネスに関してはですよ、その他のこととかは別に信頼できることも多いと思いますけども、お金を稼いでそのお金によって夢を叶えるっていうレールに乗った時に、0から1を作れない人とか、それに邁進できない人、そして0から1を作るために孤独になれない人に何の信頼もできないんですよ、残念ながらね。だから0から1になった人にはいろんなチャンスを与えたいと思うんですよ。これが今回のまとめなんですけども、最後にエピソード1個だけお話しします。私はすいません、電池がやっぱり切れちゃいますね。デジカメって長い録画には向かないんですよ。はい、それでエピソードをね最後に一つ紹介するっていう風にお話して、さっきね動画切れちゃったんですけども、私は昨年の12月ぐらいから国からの支援、特別定額給付金の動画を上げ続けました。そうするとやっぱりね受けていたんですよね。再生数が中には10万回とかね、数万回とか数千回ってものがたくさん出ました。で、私は再生数稼ぎにそれをやっていたところもありますけども、必ずしもそればかりではないんですよ。というのがね、特別定額給付金の10万円を期待している人の中には、生活保護とかね、生活困窮者の方が結構いらっしゃると思ってるんですよね。で、そういう方が新しい視聴者さんとして私のところに2000人ほど来てくださったんですよ。その2000人の人を私のね、速稼塾の塾生というふうに考えて、何ができるかなと思った時、ね、生活保護であり、生活困窮であり、働き口がないし、働く体力がもしかしたらいろんな事情でないのかもしれない。年齢的な問題もあるかもしれないですし、職場に抱えたトラウマかもしれないと。そういう方にね、今持てる能力で稼ぐ、そして5万、10万、20万という金額を自分で作り出す。っていうことはできないだろうかっていうふうに考えるようになったんですよ。で、そこで希望する方何人かをピックアップして、その人一人一人と細かくね、面談することによって、その人の特質とかね、そして、得て増えてっていうのを知ることになったんですよ。で、一人一人に合ったビジネスを提案して、時には私がプレゼン資料を作ってってことをやってですね、一人一人にきっちりと、まあ指導といったらおこがましいんですけどね、お伝えした結果、おかげさまでですね、その中から8月になって、速稼塾に入塾する方がおりました。まあ正確に言うと入塾は数ヶ月前だったんですけども、今回この入塾を改めてね、ここでお話しするっていうのはどういうことかっていうと、速稼塾の代金は30万で30年ローンです。これを満額お支払いすることができましたっていう連絡とともに、最初の分割費用、頭金っていうのはその人は1000円だったんですよ。で、今お金がないんで、1000円でとりあえず入りませんかっていうふうな交渉してきてね、いいですよと。じゃあ30年かけて30万ぐらい稼げるようになりましょうねっていう形でスタートしたんですよ。30年で30万だったらなんとかできそうじゃないです。1年で1万円のプラスアルファの資金を稼げばいいんでね。まあそこから始めたんですけども、おかげさまでこの方はこの半年間頑張ってくださったと。途中で8万、10万という売り上げも当然ありましたけども、現在はですね、ちょっと売上については詳細お話できませんけども、30万の速稼塾の費用を私に払ってでもまだお金が余ってる状態です。ですので生活改善ができたってことなんですよ。生活保護の方です、この方。母子家庭の方です。40代の女性です。ね。ここまでしか言えません。なんで言えないかっていうと、その方がね、収入認定の、収入認定にかかるようなお金の受け取り方をしているかどうか私は確認してないんですよ。で、確認するものでもないと思ってますんで、それはその人の責任でやってることだと思いますんで、あまりここははっきりするとね、その方が特定されて、その方のところにね、生活保護課の人がなんかめんどくさいことやりに来るかもしれませんので、それは私はちゃんとやってるだろうというふうな性善説で見ながら、まあでも多分ね、なんか茶封筒で現金もらってそれはね、収入に上げてないんだろうなみたいなこともふと思いながらも確かめてないです、あえて。確かめることもないです。まあそれは私のやることではないと思いますし、実際にその方がどういうふうな認定の手段を取ろうが、収入の形を取ろうが、稼いだ、マーケットからお金を集めた、身の回りの人からオフラインで稼ぎ上げたっていうのは事実だと思うんですよ。で、これが私01だと思うんですよ。ね、01を作ったでしょ。で、この方がこれから生活を立て直して、生活保護をね、相場に脱出すると思います。生活保護から自分の起業家としてのビジネスを
スタートして毎月30万40万とか稼げるようになると思いますけども、そうなった暁にはね、数年後2年後3年後かは分かりませんけども、私は堂々とその方を紹介することができると思います。でそのくらい時間をかけてね、一人の人を育てていきたいなと思って、今回はそういうことができました。他にもね、何人か月間の売り上げが何万円ですって人はいるんですよ。10人以上はいないですけどもね、7、8人いるんですよ。でたまに連絡してくださったりとか、定期的に連絡してくださったり方はいますけども、まだね、塾費用を払うほどには余裕がないみたいなんで、それはまあおいおいやりましょうよってことなんですよ。でもどちらにしても去年の今頃は自分には特別定額給付金しか10万円を手にする方法はないと思っていた方が、自分の意思で毎月10万とか15万とかっていうのを稼ぐようになった、そんな人がいるってことはここでねお伝えしていきたいなと思います。本当に01凡事でってすごいなと思いますしね、小野崎さんが言われたこともね全部ここに当てはまってるなと思いまして、本当にね小野崎さんすごい人だと思います。でいろんなところでね私のことを立ててくださって、非常に赤面する思いですよ。私のね能力をね100倍とかにして伝えてくれるような気がします、小野崎さんは。まあでも実際ね、これ包み隠さず言いますけども、小野崎さんの言われた通り、私は100倍でも何でもなくてその通りなんですよ。小野崎さんが久保さんは多分こういう人ですよって言ったら、あ、その通りですみたいな感じですよね。誇張もなく飾りっ気もなく、過小評価過大評価することもなく、小野崎さんの私への動画に対する評価っていうのはまさに等身大だと言えると思います。これからもね、小野崎さんのそのお見立てにかなうような人間になるように精進していきますので、今後もね仲良くしてください。じゃあ今回も動画以上でございます。ありがとうございました。どうもお疲れ様です。